円珠、お前は何ということを。天下人である秀吉様を殺めるなど、自分のしたことが分かっておるのか。時は戦国。天正9年、織田信長による天正伊賀の乱で甲賀の敵対関係にあった伊賀が滅亡。生き残った伊賀人たちは甲賀に取り込まれた。それから17年、戦国時代は終わり、世には久方の平和が訪れていた。この作戦はどちらが賭けても成功しえない。二人の忍びが協力し合う立派な任務です。みんな久しぶり。俺のこと忘れてなかった？甘いぞ円珠。相手を仕留めるまでは決して気を抜く。家康様、動き回られると危険です。少しはお控えください。毎日楽しく過ごす気まま暮らしってやつだよ。私たち甲賀の忍びで石川五右衛門を捕らえようと。私たちが？つまりそれって京の都を思いっきり飛び回ってもいいってことなのか？今の俺は天下を騒がす大泥棒石川五右衛門、もしくは遊び人の五郎さんかな。殺すつもりはない。ただしばらくの間眠っていてもらうだけさ。無情の風に散る花々。命令が下ったんだよ。甲賀の潔白を証明したかったら甲賀人で援助を打てってな。それでも生きねばならないのか。なぜあなたはあの子を守るのです？できることなら8年前に殺しておきたかったよ。甲賀の忍びとして月下丸、あなたを仕留める。前の方は頼むよ。なぜお前なのだ？みんなを殺したのは俺だって言ったんだ。相手がバレてだろうと関係ない。人の命は儚い。いつでもこの世で一番悲しい戦いが始まる。この目を見ただろうね。みんなまとめて死ね。百花百老戦国忍法帳。俺は今ここに誓います。日の本の国のすべてを敵に回そうとも、この命尽きるまであなたを守り続けると。